はい、こんにちは。まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダーエグゼイドのデラックスドラゴナイトハンター Z ガシャットです。2016年12月3日発売の新しいガシャットですね。はい、ちょっと今回形がかっこよさそうで、うん、しかも4ライダーに全部対応してるみたいなんで楽しみだね。うん、じゃあ開けていきましょう。そう、ガシャット、はい、ちょっと、はい、こちらがドラゴナイトハンター Z ガシャットですね。うん、やっぱりちょっと一回り大きいね。うん、こうやってガシャット比べてみるとこんな感じ。やっぱりここにドラゴンの顔がついたから。そうだね、でかくなって、ちょっと大きいね、とかね。うん、イラストはこのような感じになってますね。はい、はい、ではデッセンシート取ってみましょう。はい、せーの、 OK で、鳴らしてみてください。はい、じゃあもう次へ。あら、あー、あー、そういうことね。うん、はい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 、でそういうことだ。ではゲームドライバーセットしてみましょう。スロット1にね、はい、お願いします。ドラゴナイトパンダーセット、せーの、はい、おっと、おっと、何にもレブランの音声がなんないぞ。変身しないんだ。これで開いてみてくれる？あ、これはあるんだ。うん、はい、じゃあ次にスロット1にマイティアクション X ガサットをさせてありますので、スロット2に入れましょう、そちらを。はい、これでレベル5になるはず。お願いします。せーの、ドラ、ドラ、ドラゴナイトハンター。じゃあ次はこのドラゴナイトハンター Z の選択した音声、はい、一回やってみてくれる？こう、これでやってみましょう。はい、せーので、Z 期待してるエグゼイドって言った、ちゃんと。うん、なるほどね。では次にスロット1にタドルクエストを入れてますので、スロット2、はい、行きましょう。せーの、次はスロット1にバンバンシューティングで、スロット2にガーン、次はスロット1に爆走バイク、スロット2に、はい、クロじゃあ念のため決め技スロットにも入れてみましょう。はい、ちゃんとなるね。ちょっと強そうだったけど。ガシャコンブレイカー。お願いします。はい、
はい、それでは今回もですね、変身対決、どっちがかっこよく変身できるかをやっていきたいと思いますね。はい、じゃあまず変身くんからお願いします。はい、変身またそんなえちゃんかっこいい感じなんだ。うん、じゃあちょっと申し訳ないけど今回はパパもかっこよくしてもらうよ。あー来た、変身。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は2人ともかっこよかったんじゃないかな、うん、ということで今回もですね、アンケートをご用意してますので、どちらがかっこよかったのか投票いただけるとありがたいですね。はいはい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのデラックスドラゴナイトハンター Z ガシャットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいです ね。はい、ということで今日も行きましょうか。質問の回答コーナー、イエーイ。はい、ということで、一つ前の動画のアドベントカレンダーのコメントに回答していきましょう。はい、はい、まずはですね、セメント TVS さん、エイシンくんパパ好きですか、どのくらい好きか手で表現してくださいって。わあ、いや大丈夫です大丈夫です。小島修さん、レゴのオビワンのインターセプター出てから1年経ちますがレビューしてください。だいぶ前のアナキンの比較してください。楽しみにしています。レゴ動画大好きです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、アナキンのインターセプターはぶっ壊れてしまいまして、うんうん、比較ができないです。すいません。チョメリオンジャガタライモさんであってんのかな、うん、アドベントカレンダー 5,6 年前から買いたいなと思ってるんですけど、なかなか買えてないんですよね。レゴのアドベントカレンダーはですね、なかなかね入手が難しい。これ発売したらすぐ買わないと、うん、あのね、値段がすごい釣り上がっちゃうので、はい、すごい人気商品ですね、はい、あの10月ぐらいに出るんで毎年、はい、チェックしてみてください。はい、海なぎさん、はい、パパさん酔っ払ってる方が楽しいですね。酔っ払ってる方が楽しいのか。じゃあちょっと今度一人で酔っ払ってる動画出そうかな。うそでも怖いよね、何言うか分かんないもんね。はい、ということで今回のですね、ドラゴナイトハンター Z のガシャットのコメントの回答ですね、この次の動画のですね、最後にやらせていただきますので、ぜひ、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回以上でございます。バイバーイ。